ちは、テマです。こんにちは、マネージャーです。今日はネットギアさんのショールームに来てます。マネージャーさんとのコラボ企画で言いながら書けないゲームというのをやろうと思っていて、黒豆って言いながら白熊って書けないらしいんですよ。黒豆って言いながら白熊って書けない、はい、なるほどね。なのでそれを私とマネージャーさんで本当に書けないのか試してみたいなと思って。これって、はい、あれなのかな、白なんだっけ、黒豆って言いながら白熊か。はい、黒豆、あ、こう黒豆って言いながら白熊って一文字ずつ、一文字ずつ、なるほど。白熊はちなみにひらがな、漢字で書くんですか。ない私。ちょっとマネージャーさん、いや、ま、今テマさんのクーロマーメっての聞きながら白熊って書いて、ここまで書いて、もう一回やる、はい、もう一回やりましょう、はい、もう一回やりましょう。クーロマーメ。おお、マネージャーさんめっちゃ綺麗に書けてる。この黒豆のこのくのくってなってるところに一瞬まって書きそうになって、あ、やべっての伝わりますかね。確かに確かに、そうやべ感出てるんですよ。なんか意外とサラサラ書けた気がする。ないですね。せーの、しろくま。書けたな。こっちのが書きやすかったですね。これはあれ、あ、でも、はい、でも書いてるとき書けてるのか分かんなくはなる。あ、それは分かります。分かります、はい、なんか感覚的に3文字目あたりからちょっと不安感が、なんかすごい頭を使う気がする、はい、じゃあ2問目、コンパスと言いながらパソコンと書く。コンパスと言いながらパソコンと書く、はい、パソコンで書けばいいんだね。コンパスって言いながら、はい、うわ無理だな多分。はい、コンパスって言いながらパソコンって書く、はい、はい、じゃあいきましょう、はい、せーの、コーンパース。ゲット。見て、意外と かけてる。パソパソコスコスだな。でもなんか検討してる。これがちょっと、んの最初っぽくないですか。んって行こうとして持ってかれましたね。いきます、せーの、パーソーコーン。あ、これは楽だ。あ、これなんかわかる。やっぱ逆のが絶対楽ですよね。楽なのかな。マラソンと言いながらソラマメ。マラソンと言いながらソラマメはカタカナってことか。カタカナだと思いますよ。そうだよね、はい。マラソンって言いながら空豆。マラソンって言いながら空豆。はい、いきましょう、はい、せーの、マーラーソン。お、かけた。ちゃんとだってこれ抵抗の兆しないですよ、うんうんうん、ちょっとスムーズに。確かに空豆っていけてる。じゃあ逆いこう、はい、空豆って言いながらマラソンって書く、はいせーの、そらまめ。めっちゃ綺麗、石岡さん。そう、どういう人が書けてどういう人が書けないとかもあるんですかね。わかんないですけど、私の方が下手っぴなのは間違いない。字が、いや、字も、あの、何でしたっけ。あ、一回やってるか。パソコス、パソコス。唐揚げって言いながらやり投げって書く。はい、いきます、せーの、唐揚げ。書けた。
かったら辛かったかもしれない。あ、まあ確かに最後の下が一致してると着地の安心感があるんですよ。確かにそれはあるかも。投げって言いながら唐揚げって書いてみましょう。いきます、せーの、やーりー投げ、うん、下の安心感はある、うん、唐揚げカリスマって言いながらシマウマで書く。はい、いきます、せーの、カリスマ、うん、慣れ始めているな、シマウマ、せーの、シマウマ、我々慣れ始めている気がする、はい、このゲームに全部いけてる気がする。もう負けないんじゃないですか我々我々何でもできるのかな、はい、言いながら書けないゲームでした。ぜひ皆さんもやってみてください。やってみてください。バイバーイ。じゃあお願いします。はい、黒豆って言いながら白クマ、黒豆って言いながら白クマ、黒待って救急が黒豆って言いながら白クマ、黒豆あのどうですか、すごい字がちっちゃくなってくるのが分かったんですけど、白しめってなってますねなってますね本当だ。じゃあ次は白クマって言いながら黒豆って書く、はい、あ、反対ね、黒、え、白クマって言いながら黒豆、白クマって言いながら黒豆、はい、白クマって言いながら黒豆、白く…はい、見せてくださいなんかクオーカーもう全…ねえ…クモクモむすっ…テマさんがやらかしたやらかしたやつ、コンパスパソコンでいきましょう。あ、難しい。コンパスって言いながらパソコン、はい、コンパスって言いながらパソコン、はい、コンパスって言いながらパソコン、コンパス、うわパンパンコンパスパソコン、あえやだ、え、ちょっとやってみてください。いや、やったんだよ、やったんだよ、え、見たい見たい、ダメだ、私コンパスパソコン、はい、パスって言いながらパソコンって書く、いきます、せーの、コーンパース、あ、すごい、はいすごい、これって慣れるもんなんですか。だんだん慣れてきた気がします、ね、だんだん慣れてはくるけど、すごいそう、これ、すごい、頭使ってるのか、そう、なんかすごい不思議な感じになりますよね、これ、いつも使わないところか、うん、使ってますね、面白い、社内でやってます、あ、かしこまりましたじゃあ森口さん編でした、あ、お邪魔しました